こんばんは。今夜の驚き守る気20世紀、まずはこちらの写真をご覧ください。日本最初の総理大臣伊藤博文の最後の写真です。1909年10月26日、伊藤博文は中国のハルビン駅でピストルによって暗殺されました。とここまででしたら歴史の教科書で習ったと思うんですが、今夜の主人公はこの伊藤博文を撃った男です。早速こちらからご覧ください。かつて震え続けた山河である。切ない歌が生まれた国である。そして一人の男を生み育んだ。1909年10月26日、その日男は中国大陸東北の都市ハルビンにいた。一人の日本人を待ち焦がれていたのである。伊藤博文、大日本帝国の進路を決めた明治の元勲、北の大陸の秋の朝のことだった。二人の男の運命はハルビン駅のホームで交錯した。面識があったわけでもなく、幾幕の言葉を交わしたわけでもなく、ただ男が発したもの、6発の銃弾。アン・ジュン軍、伊藤博文を撃った男。アン・ジュン軍がどんな人物であったのか、彼は何をその大義名分として掲げてこのテロ行為を行ったのかということに対する理解、知ろうとする努力は全くと言っていいくらい日本人はしていなかったんじゃないでしょうかね。歴史の教科書の片隅にささやかに刻まれたその名、その事件。アン・ジュン軍が処刑されたのは5ヶ月後のことだった。男は歴史の闇の中に消えるはずだった。だけども真実というものは必ず、そのまま死なないと。事件から86年目、歳月と風雪に耐えわずかに残った男の手がかり、そこには一人のテロリストの痛切な叫びの痕跡が残されていた。韓国と日本、暗い越えられない川が流れた。あの日その分水嶺に二人の男は立っていたのである。撃った男と撃たれた男は、伊藤博文の暗殺についてはですね、日本の歴史の教科書でも、1、2行書かれているだけですから、ですからもうこの犯人のアン・ジュン軍に関しては全くと言っていいほど、知らないわけなんですけれども、今日はですね、新発見を交えながら、このアン・ジュン軍という男の物語に迫っていきたいと思います。今夜のこの物語を一緒にご覧いただくゲストの方々をご紹介します。時事通信社から出ましたこの伊藤博文を撃った男、革命技師アン・ジュン軍の現像をお書きになりましたノンフィクションライターの斉藤道則さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。そしておなじみの黒金博さんです。よろしくお願いします。斉藤さんは本をお書きになる上でいろいろお調べになったと思うんですが、単なるそのテロリストって言いますかね、そういう認識程度しかなかったんですよ。その各ニュアンスを調べなきゃいけないと、いろいろその発掘というかそのトレースしてみますと、意外とその日本人とですね、非常に関わりのあった、その交流のあったですね、こう人物だったということがこうだんだん分かってきましてね、それでアン・ジュン軍を少しこう追及してみようかと
行ったのが同期で、まあ、調べ始めましたね。その辺のまあ日本人と関わりがあったというのがまあ今日の物語に当然出てくるんですけどね、はいはい。それでは早速ですね、まず、伊藤博文がどうして暗殺されることになったのか、そして安潤軍というのがどんな人物だったのか、事件の真相の物語ご覧いただきましょう。中国東北地方の大都会ハルビン、伊藤博文がついに足を踏み入れることのなかった町である。1909年10月26日ハルビン駅に到着した伊藤はこの一番線プラットホームに降り立った。ここが伊藤博文という明治の大政治家の終焉の場所となった。その暗殺地点である、今はもう何の痕跡も残されていない。86年前の遠い事件、伊藤博文最後の映像。当時伊藤は来日中の韓国皇太子の教育係を務めていた。この映像はその時の様子を収めたもの。死のおよそ3ヶ月前のことである。大磯にある伊藤博文の邸宅総楼閣。当時伊藤は政治の第一線から退いてはいたものの、依然政界に隠然たる力を誇っていた。その彼が満州漫遊の旅と称して大磯を出立したのは1909年の10月14日のこと。伊藤博文は1階の足軽の子から立身出世し、初代にして4度にわたる内閣総理大臣を務めた男である。明治の元勲と呼ばれた彼は富国強兵を推進し、大日本帝国の礎を築き上げた。その成果の一つが日清日露戦争で獲得した中国大陸の強大な権益。伊藤の旅の表向きの理由はその外地の視察である。だが本当の目的は別にあった。旅の3ヶ月前、一つの閣議決定が行われたのである。韓国併合。それは外相の小村寿太郎と首相の桂太郎が計画を練り上げ、伊藤博文の許可を得たものだった。その発行を目前に伊藤は重大な任務を背負っていたのである。韓国併合の了解を得るとともに、満鉄の利権をロシアと日本で分け合うと、その相談に出かけたのが本当の目的だと思います。韓国併合をめぐるロシアの要人との会談、それが明治の元勲を中国大陸に向かわせた理由だった。北九州の門司から航路で満州に渡った伊藤博文は現地の日本人たちの熱狂的な歓迎を受けた。伊藤はこの旅を最後のご奉公と呼んでいた。10月25日長春、これが彼の最後の宴席となった。その夜、伊藤を乗せた列車は一路ハルビンへと向かったのである。ハルビンには帝政ロシアの実力政治家ココーフツォフ大蔵大臣が待っていた。だが待っていたのは彼だけではなかった。招かれざる客がもう一人。男の胸には伊藤に対する積年の怒りと憤りが秘められていた。伊藤を乗せた列車がハルビンの駅に到着したのはちょうど午前9時のことだった。男は出迎えの群衆の中に紛れ込んでいた。一番線プラットホームにはロシアの儀仗兵が整列していた。伊藤がホームに姿を現したのは9時25分のこと。ココーフツォフの求めに応じ、伊藤は儀仗兵たちの閲兵を行った。男は並列の影からその姿を見つめていた。伊藤との距離およそ5メートル。伊藤が閲兵を終えたその時だった。男は
逃げる様子も悪びれた様子もなかった。菅研に取り押さえられた時、韓国万歳と叫んだ。男の取り調べはハルビンの日本総領事館で行われた。尋問に当たったのは溝淵隆夫検察官。犯人が韓国人だったために園木末喜が通訳を務めた。伊藤校暗殺という重大事件に二人は緊張して取り調べに臨んだ。果たしてこの男は何者なのか。最初の質問に男はこう答えた。안웅칠만30세직업사냥꾼。だがその毅然たる態度はどう見ても一介の寮夫には見えない。溝淵と園木が驚いたのは次の質問をした時のことだった。伊藤公爵をなぜ敵視するようになったのか。하나약10년전이토시의지하에한국왕비가살해됐습니다하나5년전에이토시는まるでそらんずるように一切のよどみなく伊藤博文殺害の理由をとうとうと述べ始めたのである。強い意志を秘めた男がいた。ただの暗殺者ではなかった。殺害理由は15にも及んだ。한국의정치그밖의모든권리를앗아갔습니다。さらにアンはこう訴えたのである。私の思っていることをすぐ日本の天皇に上奏してください。東洋の危機を救ってくださることを切望します。11月4日日比谷公園で伊藤博文の葬儀が営まれた。政治家として初めての国葬であった。人々は明治の英雄の死を悼み涙した。なぜ暗殺されなければならなかったのかと。事件当時伊藤博文が着ていた衣服が残されている。血に染まったフランネルの肌着、その銃痕にはアン・ジュングンという男のある願いが込められていた。ハルビンに拘留されていたアン・ジュングンは11月3日旅順へと移送された。行く先は旅順監獄。伊藤校を殺害したテロリストの習慣である。旅順監獄は異様な緊張の中でアン・ジュングンを迎え入れた。一体何者なのか、何様のつもりなのか、怒りと好奇の目が彼に注がれた。この旅順監獄で警護と監視を務めていたのが憲兵の千葉俊一である。千葉もまたアン・ジュングンという男に怒りと憎悪を抱いていた。だがやがて彼はある奇妙な思いにとらわれていく。アン・ジュングンは単純なテロリストではなかった。悠々たる態度、そして口にする言葉は東洋の平和であった。尋問に当たった溝淵検察官は戸惑いを覚えていた。その方は東洋平和というが、東洋とはどこを言うか。アジア州を言います。アジア州には幾カ国あるか。それはシナ、日本、韓国、シャム、ビルマであります。その方の言う東洋平和というのはいかなる意味か。それは皆自主独立していくことができるのが平和です。しからばその中の国が一カ国でも自主独立ができねば東洋平和ということができぬと思うがさようか。さようであります。ひるまず、ゆるがず、春風のように穏やかなテロリスト憲兵の千葉の憎悪はやがてアンという男への興味へと変わっていった。アンの発する言葉の一つ一つが彼の心を取り乱していた。
当時日本にとって朝鮮半島は安全保障上の防波堤だった。そのために韓国に勢力を伸ばそうとする清国やロシアと熾烈な戦いを繰り広げ死守してきたのである。多くの日本人は韓国を保護し支配することこそが東洋平和への道であると信じていた。だがアンという男は一つの波紋を投げかけたのである。第6回尋問。日清戦争は東洋平和のためであることを日本が宣言していることを知っているか。東洋平和を維持し韓国の独立を図るということでした。日本が東洋平和を唱えて韓国を滅ぼすとか平穏するかしても列国が監視しているからそのようなことができるはずはないのを知っているか。日本が韓国を平穏しようとする野心があるにもかかわらず列国が黙視している理由も知っています。自主独立こそが東洋平和の鍵です。自分は悪いことをしていたのではないと、単なる殺人ではなくて東洋平和のために尽くそうとしたのだと、それは日本国民および韓国国民両方のためであると信じたからだということを主張したしていると思います。日本の大義と安潤軍の大義、二つの義がぶつかり揺れていた。獄中のアンはいつも静かに十字架に祈りを捧げていた。千葉は奇妙な思いにとらわれていた。果たしてどっちが正しいのだろうかと、旅順監獄は異様な空気に包まれ始めていたのである。だが安潤軍の存在を人一倍恐れていた男がいた。桂太郎内閣随一の切れ者、小村寿太郎外務大臣である。旅順からの報告を逐次受けていた小村は12月2日旅順に宛てて打電した。政府においては安潤軍の犯行は極めて重大なるをもって懲悪の精神により極刑に処せられること相当なりと思考す。裁判が始まる前の異例の通達。極秘裏に韓国併合を進めていた小村にとって世界の耳目がこの男に集まることを恐れたのである。安潤軍とは何者なのか、その正体を解く鍵は彼の左手に隠されていた異様に短い薬指に。安王七歴史、これは安潤軍が旅順の監獄で自ら記した生い立ちの記録である。彼は1879年7月16日現在の平壌の南方に位置する公海道ヘジュという土地に生まれている。安潤軍は高貴な家に生まれた男であった。文官と武官の役目を担い軍権の行政を一手に司るヤンバンという貴族階級である。広大な屋敷には大勢の使用人を抱えていたという。生まれた時彼の胸と腹には北斗七星の形をした7つのほくろがあった。それにちなんで王七と命名された。アンは幼い頃よりせっかちなわんぱく坊主だった。もっと落ち着いて勉学に励むようにと後に潤軍という名が与えられたのである。それでも猟銃を片手に野山を駆け回ることが何よりも大好きな少年であった。だが幸せな時代は長くは続かなかった。1894年に起きた東岳島の乱によって韓国は戦火に包まれた。この内乱に乗じて勃発したのが日清戦争である。日本の開戦の詔勅は東洋の平和を維持し韓国の独立を強固にする。当時の安は
韓国のために日本が戦ってくれていると信じていた。アンの一家は戦火を逃れるためにカソリックの教会に身を隠した。そしてウィルヘルムというフランス人の神父と出会い、家族全員で洗礼を受けた。キリストの教えに感動したアンは信仰の道に入り、福音の伝道を志す。1904年韓国は再び戦火にまみれた。日露戦争の勃発である。ウィルヘルム神父はこの戦争を憂えていた。ロシアが勝てば韓国の主人はロシアになる、日本が勝利すれば韓国は日本の属国になるだろう。アンは西洋人の神父の言葉に反発を覚えた。あくまでも同じ東洋の日本を信じていたのである。だがアンは気がついていなかった。日清戦争とはその性直が微妙に変わっていること。日露戦争開戦の性直、東洋の治安と韓国の保全のため、巧妙に言い換えられていたのである。神父の予言はことごとく現実となった。日露戦争に勝利した日本は第二次日韓協約を押し付けた。それは事実上の植民地支配だった。外交権を剥奪し、韓国軍を解散させ、全ての行政を監督するために韓国統監府を置いたのである。その初代統監に就任したのが他ならぬ伊藤博文であった。裏切られた男である。アンは抗日運動に身を投じ、ゲリラ戦に参加した。多くの同胞が殺され、祖国の山河は血と涙に濡れた。ハンの一文字が胸に刻まれた。アン・ジュン軍は日本軍の攻撃を避け、ロシア領のウラジオストクに逃走の拠点を作った。亡命韓国人たちと大韓義軍を組織し、自ら義兵参謀中将となり、日本軍と戦い続けたのである。そしてアンは同志と共に祖国に命を捧げる誓いを立てた。左手薬指の先端を切り落とし、国旗に結書したのである。男子同盟の結成であった。しかし多勢に無勢の大韓義軍は劣勢を強いられていた。このままでは祖国が消えてしまう。世界中にこの危機を伝えなければならない。それはたった一人の戦争だった。第1回後半、アン・ジュン軍は世界中がこの裁判を注目していると信じていた。伊藤子を殺害したらその場で自殺でもする考えであったか。私の目的は韓国の独立と東洋の平和の維持であって、伊藤を殺害するに至ったのも支援より出たのではなく、東洋の平和のためにしたので、まだ目的を達したわけではありませんから、伊藤を殺しても自殺する意思はありませんでした。まあ、アン・ジュン軍という人物がどんな人物だったかと僕は今の VTR で初めて知ったんですけども、黒金さんはいかがですか。今紹介ありました第二次日韓協約ですか、これもひどいんですけど、その前もひどいし、結果はテロリストの気配景色になってるけども、彼はさっきも紹介があったように義勇軍ですからね、彼にとって戦争ですよね。そうですね。ですから単なるその形としてのテロリストの枠に入れちゃうと小さくなりますよね。あとその伊藤博文を暗殺する理由ですか、あれをスラスラスラッと15箇条、確かにその彼は、その取られの身でしたからね、物をその持っているわけじゃないし、彼はそらんじてその15箇条のですね、いうのは罪状、それはイコール日本国家に対する一種の告発だと思うんですね。それに対してその日本 その政府側はまだ裁判が始まりもしないうちから、もう極刑にせよと、これやはり
安住軍をいろいろ取り調べていく中で大変な人物だと、やはりもう彼はその殺さなければ次から次へとね、いわばその2人目3人目のですね安住軍が生まれてくるということを国家として最も恐れたではないかと思いますね。単なるテロリストではなかった安住軍ですが、旅順で彼と接した日本人の運命も変えていくことになります。続きをご覧ください。穏やかな瀬戸内海を望む岡山県笠岡市。この町にある上新寺という古い寺が色めき立ったのは2年前の1993年のことだった。境内のお経蔵の中から意外なものが発見されたのである。はじめはごく当たり前の書と思われたのだが、おいちょっと待てよ、安住君言うたら伊藤博文を暗殺と男じゃねえか言うたら、せがれがね、うん、調べてみろ言うてすぐね調べてくれ、間違いねえとこう言うから、そんなら貴重なもんじゃねえか、存在にできんぞと。堂々たる筆跡の三幅の書、旅順の監獄で書かれた安住軍の遺墨である。楽観の代わりに薬指の短い左手の手形が押されてあった。遺墨は旅順監獄の教会司を務めていた住職の大叔父にあたる津田海順が持ち帰ったものである。津田は安住軍の人柄に胸を打たれ友情を取り結んだという。発見されたものは遺墨だけではなかった。68枚に及ぶ記録写真である。その中には事件にまつわる写真も含まれていた。とりわけ目を引くのが旅順監獄で撮影された安住軍の姿。その獄中にこそ安住軍の本当の戦いがあった。裁判は旅順の高等法院で行われた。安住軍にとってこの法廷こそが祖国の危機を訴える場所だった。しかしその願いは無残に打ち砕かれてしまう。安住軍にとってみれば祖国は占領されているに等しいと、そういう時に祖国を侵略する者に対する戦いを継続していたのであるから、戦場における捕虜と同じであると、だから政治犯として扱うべきであると、これをそのいわゆる刑法の殺人罪で適用されるのは耐え難いことだということは法廷で繰り返し言ってますね。第4回公判、検察側論告求刑。安住軍の犯罪は知識の欠乏から生じた誤解による、顔面自尊の排日新聞や論客の説に盲従した結果から、韓国の恩人たる伊藤校を旧敵とみなし、その施策への復讐心が動機であった。溝淵検察官は安住軍に死刑を求刑した。第5回公判、弁護側最終弁論。感染弁護人水野吉太郎の論調は検察側の論告と同様のものであった。安住軍の犯行を被告自身の知識の欠如と誤解によるものであるとして情状酌量を求めたのである。被告人最終陳述。今まで静かに沈黙していた安住軍は席を切ったように猛烈な勢いで語り始めた。1時間にも及んだ男の叫び、通訳の園木は庵のほとばしる言葉を必死になって訳し続けた。私は検察官や弁護人が言うように伊藤の政策を誤解してはおりません。かえってよく知恵抜いていると思っております。私は東洋の平和を乱し韓国の独立を妨げる伊藤校、韓国義兵中将の資格を持って殺したのです。마지막으로말해주겠습니다
나에게 있어서는 한국의 독립 위에 바라는 것은 아무것도 없습니다. 私には 한국의 독립을 못하니와 노동으로는 全く ありません。 それが最後の叫びだった。安順軍が矢場被告人の最終陳述をするときに傍聴席は空っぽになったと、つまり強制的に退去させて非公開であったと。これは、日本の植民地政策を批判し、あるいは被害者である伊藤博文公爵を中傷誹謗するに渡るであろうという裁判官の判断だったようですけれどもね。今の日本人だったらうーんと謙虚に耳を傾ける人がほとんどじゃないでしょうかね。裁判はわずか1週間という異例の速さで幕を閉じた。判決、被告人安順軍を死刑に処す。その時、男は静かに微笑んでいた。そしてつぶやいた。最初から分かっていました。死刑以上の刑はありませんか。あらかじめ決められていた結末。旅順監獄には重い空気が流れていた。何もできない自分だった。両親の呵責と安という男への畏敬の念に憲兵千葉俊一の心は知事乱れていた。安は獄中である著作に取り掛かっていた。東洋平和論。やがて別れを告げるこの世界に自分の最後の願いを残していこうと考えたのである。殺されゆく人がいる。その人は今も祖国の独立と平和を祈り続けている。千葉はもう我慢することができない。アンさん、日本人の一人としてお詫びしたい。申し訳ない。お互いの立場では仕方がないことです。最後まで自分の任務に忠誠を尽くしましょう。痛いほど厳しく優しい男がいた。安の姿に心を動かされたもう一人の男がいた。旅順監獄の天獄を務めていた栗原定吉である。栗原はなんとか東洋平和論を完成させてやりたいと考えていた。しかし残された時間はあまりにも少なかった。栗原定吉が上申した安順軍の延命願いである。15日間刑の執行の延期を申し立てたのである。だが栗原の願いは叶わなかった。国家の論理に個人の思いを受け入れる余地などどこにもなかったのである。あなたをお助けできなくて誠に残念です。ご希望がございましたら何でもおっしゃってください。それでは白地の冠服を用意してください。それを死に装束にしたいと思います。旅順監獄の日本人たちは安という男のために何かをせずにはいられなかった。栗原の妻は必死で冠服を縫った。彼のその心の中を残してやりたいという気持ちがあったんじゃないかと思いますけどね。人間としてのどういうことを思ってたのか、その先に何をしたいと思っていたのかね。
獄中の庵は東洋平和論の執筆に追われていた。一刻も早く書き上げなければならなかった。だが間に合わなかった。未完のままその日の朝を迎えたのである。いつもと変わらず落ち着き払った人だった。静かに死に臨もうとしていた。庵が揮毫した最後の遺木である。それは陸軍憲兵千葉俊一のために書き残したものだった。軍人は国家のために身を捧げるのが本分である。庵順軍。してはならない人だった。しかしその背中は一切の同情も哀れみも受け付けてはいなかった。1910年3月26日庵順軍31歳。5ヶ月後のことだった。一つの条約が発行された。韓国併合。祖国は地図から消えてしまったのである。宮城県栗原郡若柳町、憲兵千葉俊一のふるさとである。彼の菩提寺には庵順軍の遺木を刻んだ大きな石碑が建てられていた。千葉俊一は庵順軍の処刑の日から妻と共に朝夕一日も欠かさず庵の冥福を祈り続けた。両親の呵責と罪の意識に苛まれた彼はただひたすら合唱を続けることに残りの人生の意味を見つけたのである。庵順軍という男の深い感銘に包まれながら。非常にその当時の憲兵っていうのは大変な役職なんですよね。泣く子も黙るというか、その人であってもやっぱり自分の本心に立ち返ると、また殺しちゃいけないんじゃなかったかなという自分では考えておったんじゃなかったでしょうか。この人はやっぱり長く生かしておくべき人じゃなかったのかなというのが合唱に表れたんだと思いますね。昭和9年千葉俊一はその合唱の生涯を閉じた。韓国独立の日を願いながら。未完の東洋平和論である。それは唐突に終わっている。果たして彼は何を記そうとしたのだろうか。生前庵はその構想の一端を語っていた。
旅順を解放し永世中立地帯とする。日本、中国、韓国、三国による平和会議を開催。通貨を統一し政治経済の共同体を作ろう。いわば東アジア運命共同体構想である。それが安潤軍という男の東洋平和論だった。その最後の一行にはこう書かれていた。林邦を迫害する者はついに独府の官を免れることはできない。戦火の中で人生の大半を送った男である。韓国独立に全てを捧げた人生だった。しかし彼は一人ではなかった。愛する妻と子供たちがいた。安潤軍が獄中から妻に宛てた手紙が残されている。私たちは梅雨のように虚しい世の中で天主の御心によって夫婦となり、再び主の命によってここに別れることになりましたが、また遠からず主の恵みによって天国礼服の霊源に集まろうとしています。話すべきことは多くあるが、後日天国にて嬉しく楽しく再会して司祭に話す機会があることを信じ願うのみです。安潤軍、ついに祖国には帰れなかった男である。まあ、東洋平和論というのをね唱えていたということなんですが、これは当時としてあれ評価される内容だったんですか？残念ながらですね、そこまで理解できるですね、当然まあ日本人もやはり韓国人も中国人もいなかったと思うんですね。まあ、86年前ですね、韓国人の安潤軍という人物が、それだけで要するに、まあ、東アジアのですね政治バランスを認識した人物だったと思うんですね。でも当時30歳ぐらいですからね、黒金さん。31ですもんね。31ですか。学問もそれから行動力も全部あるわけですよね。だからちょっと珍しいっていうか英雄でしょうね。ですからそのテロ行為だとかそういうふうに見ないで、この今ロマンティックだったでしょ。そうですね、でこれまたちょっと話してみてね、一人の人間として見た時に、なんか魅力的ですよね。それはだから日本のね監修の千葉さんとか、そういう人たちがあんだけ気持ちを動かしてしまうというのは、知らないですよね、日本の若い人は ね、で僕らの世代ですら知らんでしょ、そうするとやった方がね、加害者日韓併合ってこれ誰が考えたってひどいわけですよね。そうすると僕らは過去完了で見てますが、被害被った方は現在進行形ですから、やっぱり教科書入れてちゃんと勉強して、で先は実はね、被害被った方が過去完了で加害者側が現在進行形だと非常に品のいい関係が生まれますけどね。安潤軍という名前を日本人がまるで知らないなんていうようなことはもうそろそろ改めて考えなさなきゃいけない頃じゃないのかなっていう気も。ご覧ください、こちらはですね、韓国の切手なんですが、ご覧のように安潤軍の肖像が描かれています。もちろんもう韓国では大変な英雄とされている、大変象徴的な人物として評価されているようですね。まあ、一つの事件というものはやはりそれぞれの国の立場によって見方がこんだけ違うんだという、まあ当たり前のようなことなんですけども、それを改めて認識するような今日の物語でした。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。さて、来週の驚き桃の木20世紀ですけれども、少年探偵団や屋根裏の散歩者など、日本の探偵小説や怪奇小説の生みの親であります江戸川乱歩の物語をご紹介したいと思います。生き方そのものが謎めいております江戸川乱歩本人の真夏の夜のミステリーです。どうぞ楽しみに。じゃあ今日はこの辺で。